にちは。こんにちは。私たちは今駒場キャンパスの8号館前にいます。それでは今から総合社会科学文化について説明していきたいと思います。総合社会科学文化は国際関係論コースと相関社会科学コースの2つに分かれています。国際関係論コースでは国際法、国際政治、国際経済の3つの必修を中心に国際関係論について総合的に学びます。相関社会科学コースでは法学、政治学、経済学、社会学といったさまざまなディスプリンを横断的に社会科学について学びます。それでは今から私たちの総合社会科学文化の学科部屋を紹介していきたいと思います。この総合社会科学文化の研究室が、そうした学生がお昼ご飯を食べたり一緒に勉強をしたり歓談をしたりする部屋になっています。皆さんも創始者になったらぜひ訪れてみてください。こんにちは。出身カレーを教えてください。出身は文化一類です。ありがとうございます。国家を選んだ理由は何ですか？そうですね、もともと国際政治学、国際関係論を学びたいなっていうのがあって、それをまあどこで学ぼうかなっていうことをいろんな学部を見ながら検討していて、で本当は別の学部に直前まで行こうと思ってたんですけど、いろいろ考える中でやっぱりこう少人数の授業で学び合えるだったりとか、あの密なコミュニティができるだったりとか、卒論をしっかり書けるっていうところでしっかり学びたいなと思ったので国家を選びました。ありがとうございます。今感じている国家の魅力あれば教えてください。そうですね、やはり他の学部に比べて大体1学年30人ぐらいなので、自然とその生徒の間の仲も良くなりますし、どの生徒もすごく学びに対するモチベーションが高いというか、いろんなことを吸収しようとする人たちが多いので、そういった人たちと学べられる、しかも先生たちとも距離が近くなるので、オフィスアワーに行ったりとか、そういう密な環境でしっかり学べるというところが他の学部に比べたらいいところかなと思います。現在興味がある分野や学問があれば教えてください。そうですね、もともとウクライナ侵攻がすごく衝撃的だったというのもありますし、いろんな理由で不必要な戦争を人間はなぜしてしまうのか、それをどういうふうにしたら防げるのかというところに関心がありました。その中で、冷戦後の国際秩序っていうのを、どういうふうに捉えて再構築していけばいいんだろうとか、単純にこの力の、なんていうか力の均衡だけじゃなくて、こう共通の安全保障っていうふうな形でいかにこう協調的な枠組みを安全保障の中で築けるかっていうところに個人的な関心があります。ありがとうございます。国間の楽しいもしくは大変なところあれば教えてください。そうですね、やはり学びたいことを学べ、好きに学べるのですごく楽しいですけど、授業ごとの課題がすごく多いというか、一つの必修の授業でも毎週英語論文を30ページぐらいのやつを読んできて、それについてディスカッションをするっていうのが一つの授業なので、本当にきついですけど、もうその分力がつくというか、英語を読むのも早くなるし、論理的な思考力も身につくしっていう点で、すごく大変だけどお勧めできる環境かなというふうに思います。はい、今将来やりたいなと思っていることがあれば教えてください。そうですね、先ほども言ったように不必要な戦争をいかに回避できるかっていうところに、どういうアクターからであり関わりたいなというふうに思っていて、もともとそれこそ外交の方面から実務としてやりたいなというふうに思ってたんですけど、国家に来てそれこそ研究も面白いなと思い始めてみたりして、僕は留学にもうすぐ行くので、それも踏まえて考えたいなというふうに思います。ありがとうございました。こんにちは。出身カレーを教えてください。はい、私は文化一類に入学しました。国家を選んだ理由を教えてください。はい、私が国家を選んだ理由は、国際関係に興味があったっていうのがあったんですけれども、国際関係論コースの魅力として少人数での授業が多いというところで、やっぱりその大学、せっかく大学生なのでたくさん勉強したいなっていうのがあって国際関係論コースを選びました。今興味がある分野や学問があれば教えてください。はい、私はですね、中学生ぐらいの時から移民難民問題っていうのがすごい興味があって、今でもそれは興味を持って学び続けてるんですけれども、国際関係論コースの授業を受けていく中で、最近は東アジアの外交っていうのに興味を持っています。ありがとうございます。国間の楽しいもしくは大変なところあれば教えてください。そうですね、国間の楽しいところで言うと、やっぱり国際関係論コースっていうことで、すごい多様な面白い人たちが集まってるっていうのがあって、みんなと話すだけですごい楽しいっていうのがあります。で、大変なところっていうのはやっぱりそうですね、レポート形式の授業とかゼミ形式の授業が多いので、授業に対してやっぱり準備しなきゃいけない量とかがすごく多い。その分成長できるんですけども、やっぱり大変だなって思う時はあります。ありがとうございます。将来やりたいことだったり夢があれば教えてください。
そうですね、なんかこれといった夢というのはないんですけれども、私は本当に海外の方と関わったりするのがすごい好きなので、将来的にはそうですね、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、世界中でいろんな人と関わりながら働いていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。最後にこれを見ている高校生、一言お願いします。はい、高校生の皆さん、そうですね、今、まあ、まだ大学も入ってないというところで、まあ、選択肢ばっかりだと思うんですけど、もう私は実際大学に入るとき文化一類で入学していて、その時はまあぼんやりと法学部に進むのかなみたいな感じで考えていたんですけれども、やっぱり大学の最初の2年間の教養を、学部の生活を経て自分の興味だったりとか勉強したいことっていうことを見つけられたので、皆さんも、まあ、今まあ、いろんな興味があると思うんですけど、まあ、とりあえず目の前のことを頑張って、東京大学にぜひ来てくれたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、出身カルリ教えてください。出身カルリは文化三類です。創刊社会科学コースを選んだ理由を教えてください。そうですね、創刊社会科学コースというと、その社会学を勉強するというふうに聞いてたんですけれど、私はその時ジェンダーに結構興味があったのと、そうですね、あとは結構やっぱりレベルの高い人たちが集まってくるのかなとか思って選択しました。ありがとうございます。コースの魅力を教えてください。コースの魅力はですね、コースって学術的だけじゃなくてもいいのかな、なんかそのそうですね、まあいろんな、なんて言うんだろう、いろんなことが勉強できるんですよね。やっぱり社会学っていうまとまりなので、まあ、いろんなことに興味を集まってる人とかが集まってくるので、まあ、私はジェンダーに興味があるんですけど、まあ、ジェンダーに興味もある人もいれば、そうじゃなくて、まあ、その会社の組織とか、まあ、あとはその経営的なこととか、いろんなことに興味がある人が集まってきてお話できるのは楽しいかなと思います。授業もそういう授業が展開されてます。今興味のある分野や学問を教えてください。言っちゃったんですけれど、私ジェンダーに興味があって、特に女性のエンパワーメントとか、女性のリプロダクティブヘルス、だからそうですね、まあ、女性のその再生産に関して興味があって、まあ、例えば日本では、まあ、出産に関する費用が保険でカバーされたりとか、まあ、海外で言うと児童婚も、もはやあれは犯罪なんですけれども、まあ、そういったところに興味があります。創刊社会科学コースの楽しい、もしくは大変なところを教えてください。そうですね、そうですね、楽しいところ、まあ今さっきも申し上げました通り、そのいろんな人とお話しできるのは楽しいですし、まああとは、そうだな、やっぱり先生が本当に面白くって、まあ初心者にも分かるように解説してくださって、なんかいろいろ考えられるんですね。あとはその結構演習形式なので、すごい自分で喋らなきゃいけないんですよ。で、まあそれがみんなで意見交換ができて楽しいなとか、あ、こんなことがあるんだって学べるっていうのがすごいいいところなんですけど、まあ翻ってみんなが優秀だからすごく劣等感を感じたりとかですね、あとは授業についていけないとか、まあ一部すごい難しいことを話される先生もいるので、何を言ってるんだろうとか、まあ、その演習形式の授業を受けるにあたって、その予習で文献を読まなきゃいけないんですけど、まあ、そもそもその文献に何が書かれているのかわからない上に量が多い、まあ、そういったところですかね。ありがとうございます、はい、将来やりたいこと、夢など教えてください。将来はですね、私はまだ決めてないんですけれど、そうですね、まあ、とりあえず学部を卒業したら院に行って、で、まあ、そこから就職して、で、そこからはさらに国際機関で働いて、まあ、日本だけじゃなくて世界の女性の、まあ、健康の問題とかについて、働きかけていければいいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。出身から教えてください。出身は文化二類出身です。創刊社会科学コースを選んだ理由を教えてください。創刊を選んだ理由は、コースの人数が少ない割に教員の数が多いので、比較的教員との距離が近いことであったりとか、まあ、あとは履修をする際に必修がないので自由度が高いことから選びました。ありがとうございます。コースの魅力を教えてください。コースの魅力は、僕が創刊を選んだ理由とも結構被るんですけど、
その人数が基本的に少人数なので、距離が近くていくらでも質問できることだったりとか、学生との距離が近いことかなと思います。今、興味がある分野や学問ありますか？今、興味があるのは社会学と計量経済学で、まあ、基本的に、なんだろうな、まあ、こうデータを使ってそういうのをいじりながら、まあ、社会の現象を分析するみたいな学問に興味があります。相関社会科学コースの楽しいもしくは大変なところを教えてください。楽しい、まあ、楽しいところはその相関社会科学の部屋みたいなところがあって、そこでこう院の先輩とかとも話せるのは楽しいなと思います。まあ大変なところはやっぱり取得しなきゃいけない単位が多かったりだったりとか、まあ、自分で学びの方向性を決めないと大変な部分はあるかなと思います。ありがとうございます。将来やりたいことはありますか？そうですね、まあ、将来はこのまま勉強して研究者になれればいいなと思ってます。これを聞いてる高校生一言お願いします。まあ、この相関社会科学とかいう東大の中でも名前が知られてない部分のビデオを見ていただいてありがたいんですけれども、自分が何をやりたいかっていうのを考えながらいろいろ選ぶといいんじゃないかなと思います。応援してます。ありがとうございました。